审视大概一分钟。绅士们、女士们，大家好，我是上上直播。今天是星期天，所以是日本种种 Top 3。今天介绍这个 Top 3，日本人选了声优和角色的好搭配 Top 3。日本のサイトネタリカで発表された日本人がこのキャラはこの人の声以外ありえないと思ったトップ3を紹介します。まず3位はこの組み合わせ、坂田銀時、声優は杉田智和さん。銀さんのやる気のなさと声がすごくマッチしている。ボケもツッコミもでき、その上熱い演技もできるから。なるほど、銀さんはやっぱ人気なんですね。では第2位はこの組み合わせ、孫悟空、声優は野沢雅子さん。小さい頃の元気いっぱいの悟空も大人になってからの悟空もすごく合ってると思う。悟空の可愛らしさと強さが両方表現できてると思う。なるほど、僕もずっと小さい頃から野沢さんの声優でドラゴンボールを見てたので、もうこの人がありえないですね。そして第1位はこの組み合わせ、ドラえもん、声優は大山信代さん。あのガラガラした声でも愛嬌のある可愛い声がとてもマッチしていたから、ロボットだけど温かくてちょっとドジな感じがぴったりだった。ドラえもんはね、本当にそう、今声優さん変わっちゃったんだけど、声優さんが変わっちゃったことがきっかけでドラえもん見なくなった友達っていうのも僕も周りにも本当にたくさん多いです。そのぐらいドラえもんの声っていうのは大山信代さんしかありえないっていう感じがすごくわかります。第4位はルフィの田中真由美さん、その他にもリヴァイ兵長の神谷博さん、コナンの高山みなみさんがランクインしていました。2面中は長田別やはおな。いや、僕個人的にはシュタインズゲートのマユシの花澤香菜さんのこの組み合わせがいいなっていうか好きっていうか、マユシが好きっていうか花澤さんが好き。那最后跟我一起学习日语吧。今天学习叫日暮らしの泣く頃に的动漫里面的前原圭一的经典台词是这个。男が変態で何が悪い？男が変態で何が悪い？男が変態で何が悪い？ごめん、これイケメンが言わないとダメな言葉だった。那今天到这里。金光剧，我的微博、微信还有这个频道，那明天见，拜拜。